サザンオールスターズサザンオールスターズのディスコグラフィー美味しいぶどうの旅ライブアットド,ドーム日本武道館美味しいぶどうの旅ライブアットド,ドーム日本武道館マイナスはサザンオールスターズのライブビデオ2016年1月6日に DVD とブルーレイで発売発売元は大したレーベル JVC ケンウッドビクターエンタテインメントスピーザターレコーズ 2015年4月から8月まで開催されたライブツアー2015美味しいぶどうの旅から福岡や福岡、ドーム、東京ドームを中心としたドーム公演と追加公演として行った日本武道館を収録している。武道館公演はコンサートツアー歌う日本シリーズ1992から1993以来22年ぶりにツアーへ組み込まれたが、 映像化は1982年の武道館コンサートまで遡る。また、今回武道館公演限定で披露されたビートルズの Help のカバーも収録されている。ライブは2015年に発売された15作目のアルバム武道の収録曲を中心としたセットリストとなっている。リリース形態は完全生産限定版のブルーレイと DVD。 通常版のブルーレイと DVD の4種類あり、完全生産限定版、どう完熟ギフトボックスの特典内容は、ドキュメント映像を収録した、ボーナスディスク、ドキュメントフィルム、サザンオールスターズと美味しいどうの旅旅の MC 集や、他に、ドクダミスパーク、武道館マイナス、どう完熟パズル、ライブの写真が2016年カレンダー仕様のポスターになっている、 美味しい武蔵の旅スペシャルポスターが付属となっている。また、小冊子描紙には山田兄弟製紙の越前和紙が使われている。和紙が使われたことについて、ビクターの関係者は、サザンのメンバーは日本の文化を重んじており、今回のツアーグッズも長一つのコンセプト。ぜひ伝統文化の和紙を使いたいと考えたという。越前和紙を企画製造販売する。 杉原商店の杉原吉次家社長は、越前には多くの奥深い技術があり、サザン作品への採用を契機に和紙を使ってみようという人がさらに出てくれると嬉しいと話している。完全生産限定版封入のボーナスディスクでは、ライブ会場の裏側の風景や、メンバーそれぞれのクワタとの出会いやバンド活動でのエピソードを語る模様などが収録され、 クワタとメンバーの信頼関係が垣間見えるものになっている。アルバム、ブドウと同様に完全生産限定版は発売日から売り切れの店舗が続出している。なお、完全生産限定版であるため増産はしない。発売日はもともと2015年12月29日であったが本作の制作進行上の都合により2016年1月6日に変更された。 2016年1月22日に自身の Facebook で Facebook 解説記念とオリコン週間1位獲得記念して本ライブで披露されたバラ色の人生の映像を SNS 期間限定公開され歌詞にあるみんなが集まる架空の広場でこのバラ色の人生を分けてあげたいなの一節にちなみ SNS でライブ映像を公開した演奏曲について クワタケスケは、昔は22曲であったが、15年くらい前に25曲になり、10年くらい前はいよいよ30曲を超えた、ライブをやるたびに演奏曲が増えていくと語っている。なお、本作に収録されたライブは37曲、演奏されている。最終日の会場となった日本武道館日本、武道館内の日照起源史爆弾が投下された、広島で平和の鐘が鳴る。 ホタル、横田めぐみが拉致された新潟で、ミッシングパーソンズなど、歌のテーマとリンクする地方の会場で歌唱することが、ツアー中に何度かあり、桑田は、広島の前者には、意図はしてないけど、ビリビリ感じるようなものがあった。泣きそうになっちゃった。新潟の校舎には、平和の祈りとかそういうのとはまた違うものがあったという、感想を述べている。ワウワウメンバーズオンデマンド限定番組。 サザンオールスターズ、美味しいぶどう通信とワウワウプライムで放送された特別番組では、リポーターとして中村アンが出演した。藤原桜、亀田誠治、佐久間晃、高木ブー、渋谷洋一、伊原剛、ミーシャ、佐藤しおりなどの著名人がこのライブに観客として訪れている。同ツアーで、 ヘアメイクとして同行した美容師は、愛媛では、愛媛県五国神社、武道館公演の際には、安国神社といったように、ツアー会場周辺の神社に訪れ、ご主演集めをしたことを、ツイッターで報告している。桑田とメールでの進行がある三代目、桂春長は5月16日の京セラドーム、大阪での公演を見に行っており、自身のブログでは、今までのライブの中でも、 最高の感動がありましたと高く評価し、アロエの歌詞の空振りだってあるさを前年のライブで起きた騒動になぞらえ、でもその空振りをたった一回してしまっただけで、無責任な人間は外野から心ない言葉でやじる。それに対して本当のファンは、桑田さんと同様に傷ついていたと思うのです。しかしながらその傷が見事、このライブで演者とお客さん、お互い浄化されたといった発言をしている。 前年の抗議運動を起こした、老人新聞社主管の渡辺昇は、発売の翌日にこのライブビデオの日本、武道館公演の映像を見たことを自身が、渡辺画流の名義で行っているツイッターで報告し、桑田さんが、大きな日照記の下で熱唱されていたのを、拝見しました。昨年の抗議から謝罪までなされましたが、日本人の心をもって活躍なされることを祈りますと、コメントしており、 騒動が起きた時に今後も監視は続けていくなどと強気な姿勢を示した時と比べて態度を軟化させている節を見せている。2016年1月18日付のオリコン週間 DVD ランキング週間ブルーレイランキングで初週売り上げは DVD が2.7万枚、ブルーレイが3.4万枚で総合1位に初登場した。DVD 総合首位は4作連続。 通算5作目で、ブルーレイ総合主位は2作連続、通算2作目である。また、音楽 DVD とブルーレイの売り上げ枚数を合算した、総合ミュージック映像ランキングでも86.1万枚を売り上げ1位となり、同日付の映像ランキング主要3部門を独占した。タラコミスブランニューデイロックンロールスーパーマン、ロックンロールスーパーマン青春番外地。 嫌なことだらけの世の中でバラ色の人生ミッシングパーソンズ平和の金が鳴る彼氏になりたくてハッピーエンド天井さじきの怪人ワイングラスに消えた恋ヘルプヨドみなえ枯れて前顔ハッピーバースデーした置浮き場でロマンスをコンピューターチルドレンシオリのテーマあなただけをサマーハートブレイク真夏の果実美味しいね傑作物語ソウルボンバーレイチメッセンジャー 電子鏡のしぶりぶりボーダーライン道栄光の男東京ビクトリアロエマチルダベビーエロティカセブンエロティカセブンボディスペシャル2マンピーの G スポットにおいエンザナイトクラブピースとハイライトみんなの歌ボタルありがとうございます